い、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社最新作の DNA シリーズ第2弾の DNA コイルを紹介したいと思います。ボールはこちらです。はい、 DNA シリーズ第2弾の DNA コイルとなります。今回レイアウトはこのようにさせていただきました。はい、ピンアップですね、5インチ、4インチ、2インチのお気に入りのピンアップでレイアウトをさせていただきました。はい、今回このボールのスペックの紹介なんですけど、コアはですね、 DNA シリーズということでスーパーコイルコアとなっております。 RG が 2.47、 デルタ RG が 0.053 と非対称の低慣性のコアとなっております。そしてカバーストックなんですけど、今回 EXO パールリアクティブということで、前作の初代 DNA は EXO ソリッド、そして今回は EXO パールとなっております。そして表面仕上げなんですけど、今回はリアクターグロスということでポリッシュ仕上げとなっております。まあ、今回ですね、 DNA シリーズの第2弾ということで、前作はオイルに強くて使いやすいボールだったんですけど、まあ、今回はですね、ソリッドからパールとなって登場しておりますので、どのようなボールなのか早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですね、ハイスポーツ社最新作の DNA 第2弾 DNA コイルを投球したいと思います。さあ、どのようなボールなのか早速いきたいと思います。いや、めちゃめちゃいい。いや、転がりがまずね、抜群にいい。さすがスーパーコイルコアなんですけど、まあ、それに今回 EXO パールということで、前回ソリッドだったんですけど、今回パールということで、やっぱパールになった分バックエンドの動きがかなり強いボールとなっております。いやいやいや、あれだけ転がりが良くて、あんだけバックエンドが曲がる、まあ、ちょびっくりしましたね。やっぱ転がりがいいとね、奥が緩やかになりやすいんですけど、すごいですね。いやー、めちゃめちゃ転がる。やっぱり投げた印象としては、もうとにかくやっぱこのね、 DNA、 初代 DNA もそうなんですけど、やっぱ非常に転がりがいいです。そして今回やっぱパールになったことによって、やっぱドライゾーンでしっかりと曲がるボールとなっております。いや、やっぱ転がりがいいボールはね、投げてて気持ちがいいんですけど、さらにバックエンドが強いので、これはなかなかないですよ。いやー、いい。いや、前回の DNA も非常に良かったんですよ。あれはどちらかというとオイルが多い時に使うボールとして良かったんですよ。で、今回はやっぱパールになることによって、やっぱ中盤でね、使いたくなるボールなんですけど、まず非常に転がりがいいので安定感があります。なんですけど、バックエンドもしっかりと曲がるので、幅も取れる万能なボールとなっております。いやー、やっぱこのね、 DNA シリーズのスーパーコイルコア、 RG が 2.47 ということで、やっぱ非常に転がりがいいんですよね。投げててもやっぱ断然ね、転がりの良さを感じるボールとなっております。いやー、この食い込みの強さですよ。あれだけ転がって、さらにポケットに入っても、やっぱあれだけしっかり食い込むボールっていうのはなかなかないんですよね。今回やっぱね、一番強い EXO のカバーストックのパールということで、まあ、どうなのかなと思ったんですけど、オイルの上ではしっかりとやっぱパールなので走ります。なんですけど、やっぱドライゾーンでしっかりとキャッチして曲がるボールとなっております。いや、すごいね、やっぱバックエンドのキャッチ感ですよね。このやっぱ EXO のソリッドはね、やっぱ非常にキャッチがいいですね。このね、EXO 素材、投げた印象としてはもうレーンにね、吸い付くような感じなんですよね。なので、こう滑る感じが全然なく進んで、で、本当ドライゾーンに行った瞬間ね、こう向きを変えて曲がる印象のボールとなっております。いやー、やっぱ DNA シリーズめちゃくちゃいいですよ。まあ、前回がね、ソリッドでほぼ同じスペックのパールということで、もう間違いないですね。
天品の飛びですよ。もうあそこまでねやっぱこう行くと天品残りやすいんですけど、しっかりとやっぱね吸い付いてる分やっぱねあの天品がね倒れてくれるんですよね。はい、ちょっとね幅を取りながら投球してみたいと思います。いやーこれはねめちゃくちゃいいです。もう間違いなく一軍ボールですね。さあどうか、ほらもう完璧なんですよ。でやっぱキャッチがいいので幅を取ってもしっかりとね曲がってきてくれるんですよ。で転がりがいいのでやっぱ安定感ありますし幅も取りやすい。もうほんとねもう試合向けといいますかめちゃくちゃいいボールとなっております。いやアブソリュートパールも非常に良かったんですけど、この DNA コイルもね同じカバーなんですけど個人的にはこの DNA コイルの方が好きかもしれないですね。いやあのやっぱね転がりの強さなんですよ。転がりが強いので非常に安定感があるんですよね。今もそうなんですけどあれだけ幅を取っても回転がロスすることなく曲がり続けるんですよね。なのであれだけのピンアクションの良さもありますし、あのね曲がり幅がね出るんだと思うんですよね。いやこれだけ転がりが良くてこれだけね先が曲がるボールはねいやなかなかないですよ。このね食い込みの強さなんですよ。やっぱあれで転がりが強いとねやっぱなかなか9番ピンって残らないんですけど、それでやっぱ9番ピンが残る、あれだけ幅を取ってもやっぱ9番ピンが残るというのはそれだけね奥で回転ロスせずしっかりと食い込んでる証拠なんですよね。いやこれはねもう本当にいいボールですね。皆さんにねぜひね投げていただきたいですね。はい、今度はですねあまり曲げず外からですね投げてみたいと思います。いやもうこれはね回転のね少ない方にも非常におすすめです。もうね投げると自分のね投げ方よりも 1,2 回ね多く転がってるような印象があるんですよね。やっぱり低慣性のボールというのはやっぱ転がりが非常にいいので、やっぱ投げるとですねいつもの自分よりもちょっと回転が増えたような感じのするボールとなっております。いや、 やっぱりね低慣性のボールっていうのは転がりがいいのでやっぱねしっかりとね止まる印象がねあるんですよね。あやっぱり転がりがいいので行き過ぎないんですよね。しっかりと転がってキャッチして曲がってくれるんですよね。なので回転の少ない方スピードの速い方でもね使って気に入って使っていただけるボールなんじゃないかなと思います。はい、今度はですね逆にスピードを落としてオイルの多いところからですね投球してみたいと思います。いやめちゃくちゃいい。やっぱ転がりが良くてやっぱ持続的にしっかりと転がり続けて、さらにバックエンドではやっぱパールでね強いパールのおかげでしっかりとキャッチしてくれるので、やっぱスピードのない方でも使っていただけますし、今みたいにオイルの上からでも全然投げれるボールとなっております。いや投げるとですね、まあ、DNA 初代 DNA のパールだなという印象なんですけど、ただ初代の DNA 結構緩やかだったのに対して非常にねパールになっただけでキャッチ力がねアップしてるんですよね。いやーもうめちゃくちゃいい。やっぱ食い込みがもう全然違います。もうピンに当たってからもうさらにやっぱ食い込んでますし、初代 DNA からパールになっただけなんですけどかなりキャッチ力がねアップしたボールとなっております。それではローアングルから投球していきたいと思います。
ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作の DNA シリーズ第2弾の DNA コイルを投球させていただいたんですけど、まあ、投げた感想としてはですねもう非常にいいボールとなっております。まず第一印象としてはこの DNA のコアスーパーコイルコア非常に転がりのいいコアとなっております。まあ、ですので投げた感覚よりもさらに転がってくれる印象があります。まあ、それにですね今回 EXO パールのカバーストックということで前作は EXO のソリッド、まあ、この EXO 素材はですねストームの中で一番強い素材となっておりますのでそのパールということで前作はですねどちらかというと、まあ、使いやすいなというオイルに強くて使いやすいなという印象だったんですけど、まあ、今回はですねとにかくキャッチのいいボールとなっております。まあ、ですのでパールでポリッシュ上げですので手前の走りはねもちろんスムーズなんですけどドライゾーンに行ってからのキャッチ力が非常に強いボールとなっておりますので、まあ、これだけ転がりが良くてバックエンドもかなり力強く曲がってくれるボールとなっておりますので幅も取りやすいですしオイルの上でもしっかりと曲がってくれるボールとなっております。まあ、ですので中間でね投げるボールが欲しい方にはもう非常におすすめなボールとなっておりますのでぜひですね最新作の DNA コイル投球していただきたいと思います。はい、ということで本日も初代チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。